皆様こんにちは。ソニーコンピューターエンターテインメントジャパンの河野でございます。今日は東京ゲームショウの前の大変お忙しい中、たくさんの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。お礼を申し上げます。プレイステーションの2011年は1月に東京で開催いたしましたプレイステーションミーティング2011でのプレイステーションビータの発表で幕を開けました。以来6月の E3、 そして先月ドイツのケルンで行われましたゲームズコムとプレイステーションビータに関する情報を常にアップデートしてまいりました。本日の SCEJ プレスカンファレンスでは、日本市場に対するより具体的な戦略、そして導入計画を発表させていただきたいと思います。さて、新しいプラットフォームを導入するこのタイミングで、私どものリーダーシップに関する人事がございました。9月1日付でソニーコンピューターエンターテインメントの代表取締役社長兼グループ CEO にアンドリュー・ハウスが就任いたしました。本日のプレスカンファレンスはアンドリュー・ハウスのご挨拶から始めさせていただきたいと思います。アンディは先日ご家族一緒にイギリスから東京に越してきたばかりでございます。皆様の温かい拍手で迎えていただければ幸いでございます。皆様こんにちは。9月1日付でソニーコンピュータエンターテインメントの社長兼グループ CEO に就任いたしましたアンドリュー・ハウスでございます。本日は社長就任後初めてこのような形で皆様にご挨拶をさせていただけることを大変嬉しく思います。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は1995年に株式会社ソニーコンピュータエンターテインメントに入社した後、アメリカとヨーロッパにおいてプレイステーションのビジネスに関わってまいりました。この度15年ぶりに東京に戻ってきてとてもワクワクしてます。同時に新たにプレイステーションファミリーの一員になるプレイステーションビータの発売を控えた大事な時期に SCE の社長に就任し、身が引き締まる思いでいます。世界中のソフトウェアメーカー各社様のご協力いただきながら、プレイステーションビータなどではの魅力を引き出したタイトルを続々とお届けしてまいります。そしてこれまでプレイステーションポータブルおよびプレイステーション3で実現してきた最先端のエンターテインメント体験をさらに進化させてまいりますので、どうぞご期待ください。またユーザーの皆様の支持いただきながら、 PSP も先月価格を改定した PS3 も好調に推移しています。年末商戦に向けて両プラットフォームのさらなる普及拡大にも全力で取り組んでまいります。私たちは今後ともゲーム業界の一員としてプレイステーションビジネスを通じて、今までにないインタラクティブなエンターテインメントの世界を皆様にお届けしてまいりますので、川のともどもご支援をのほどどうぞよろしくお願い申し上げます。アンディさん、どうもありがとうございます。アンディも申し上げましたように、 SCE 社員が全員一丸となってプレイステーションビジネスおよびゲーム業界のさらなる発展を目指して頑張っていきたいと、そういうふうに思っております。それではこのコンファレンスを具体的に進めていきたいと思います。昨年の東京ゲームショウの際もプレイステーションビジネスの堅調な状況を報告させていただきましたが、それからの1年間でプレイステーションはさらに大きな躍進を示すことができました。まずプレイステーション3におきましては、2011年6月末時点で全世界の累計の売上台数が5180万台に達しました。エンターブレイン様が提供されておりますデータによりますと、据え置き販売台数シェア見ます、そうすると昨年のゲームショーからの1年間でハードウェアとしては 49%、 ソフトウェアとしては 46% と極めて堅調に推移してまして、
家庭用エンターテインメントシステム市場においてナンバーワンのポジションを獲得しています。これは各パブリッシャー様から非常に有力なタイトルがたくさん投入されているということ、またトルネやプレイステーションムーブなどさまざまな新しい価値を提供するアプリケーションの貢献などがこの躍進の要因であると認識しております。今年の年末に向けましても怒涛の勢いで人気タイトルのリリースが予定されています。先週発売されましたバンダイナムコゲームズ様のテイルズ・オブ・エクスリア、これも初週ですでに50万を超える実売を上げておりますし、レベル5様の二の国、またスクエア・エニックス様のファイナルファンタジー13-2など大型タイトルがこの年末に向けて目白押しです。ハードにおきましても数量限定で新たに2色を追加して年末のギフト需要に備えたいと、そういうふうに考えております。一方プレイステーションポータブルですが、特に日本市場においては大変大きな躍進を示すことができました。全世界の累計売上台数で申しますと2011年6月末時点で7140万台に到達しております。日本市場におきましては機能を活用して遊ぶ楽しさがさらに広がりました。エンターブレイン様の携帯機の販売数のシェアということによりますと、昨年のゲームショーからの1年間過去12ヶ月でハードウェアのシェアが 43%、 またソフトウェアに至りましては 49% のシェアを PSP が取るという形で大変ハードとソフトが両輪で動いております。ハードソフトともに日本の市場におきましては最も売れたプラットフォームということになりました。何と言いましても PSP の協力プレイやアドホックパーティーなどの機能が大いに受けまして、とても7年目を迎えたプラットフォームとは思えないほど大変元気な状況が今もなお続いていると、継続していることは皆様ご存知の通りでございます。今年の1月から6月までの売上トップ50のタイトル国内市場ですが、それを並べてみますと16タイトルが PSP ということで、非常に好調であります。年末に向けましてもカラーバリエーションを新しくご用意いたしました。表面が赤、裏面が黒のツートンカラーのモデルです。 PSP は着実に若年層あるいは女性にファン層を拡大しておりまして、今後もプレイステーションのファンを広げる、そんなエントリーモデルとしての役割を担っていくものと私たちは期待しています。この1年間 PS3、PSP ともに大きく躍進できたことは、プレイステーションを選んで楽しんでいただいているユーザーの皆様やライセンシー様、流通様、それから配送等のオペレーションを支えていただいた皆様、全ての方のサポートのおかげということで認識しております。この場を借りまして改めてお礼を申し上げます。一方全てが順調であったというわけではございません。皆様のご記憶にも新しいと思いますが、今年の4月、プレイステーションネットワークがサイバー攻撃を受けて、その以来長期にわたりましてプレイステーションネットワークを閉鎖せざるを得ない、とそんなユーザーの皆様はじめコンテンツプロバイダーの皆様にも多大なご迷惑をおかけする、とそういう事態が発生しました。一方でセキュリティに対する私どもの認識を再認識するいい機会ともなりました。おかげさまで6月にサービスを再開した欧米、7月に再開した日本と合わせまして、全世界でのプレイステーションネットワークの今の状況は閉鎖前の水準を取り戻すほど活況を呈しております。ユーザーの皆様の PSN に対するご支援に心から感謝お礼を申し上げます。総括しますと、プレイステーションのビジネスはおおむね順調にこの1年間推移しました。むしろ私どもの課題は、これからの将来の成長戦略がどういう形で描けるのか、どういう形でそれを導入できるのか、ここにあると思います。今日メインでお話をさせていただきますプレイステーションビータ、それがその成長戦略の一端を担うものだと私たちは考えております。それでは早速ですけども、本日のプレスカンファレンスのメインテーマでありますプレイステーションビータに関するセッションに進みたいと思います。ユーザーとユーザーがつながってゲームの楽しみがより広がる、究極のポータブルエンターテインメント体験を提供する次世代の携帯型エンターテインメントシステム、それがプレイステーションビータです。プレイステーションビータがプレイステーションのファミリーの新しいメンバーとして加わろうとしています。今ユーザーとゲームの関わり方は確実に変化が起きていると認識しています。スマートフォンの伸びが広がっている中でゲームの市場も広がっていますし、さらにソーシャルネットワークサービス系のいわゆる無料ゲームの市場も
多くのユーザーがそれを体験するものとなりました。ゲームの楽しみ方、プレイスタイルが非常に多様化している。それが確実に今起きています。そういったカジュアルなゲームがユーザーの裾野を広げていく一方で、トップクリエイターたちがアイデアとテクノロジーを駆使して世界に向けて発信する没入感のあるゲームが進化を引っ張っている、そういう側面もあると思います。ゲームの世界が大きく広がって、最先端の分野からカジュアルな分野まで、その領域が拡大していくこと、それはゲーム業界そのものが発展する大きなチャンスであるという形で、私たちも認識しております。それらコアな体験からカジュアル、ユニークなゲームまで、ユーザーのすべてのプレイスタイルを満たすエンターテインメントのプラットフォーム、それが本日改めてご紹介させていただきますプレイステーションビータであります。プレイステーションのファンを一人でも増やす、そのために皆様のご協力もいただきながら進めてきた準備を、今日これから一つずつ紹介していただきたいと思います。それではまずはじめになりますが、プレイステーションビータのダイジェスト映像をご覧ください。プレイステーションビータが実現するさまざまなアプリケーションやゲームの遊び方のダイジェストをご覧いただきました。この中身についてはまた後ほど詳しくデモをさせていただきます。さて、先に発表されました通り、 PS ビータの価格も 3G Wi-Fi モデルで 29,980 円、また Wi-Fi モデルで 24,980 円です。先に発表した通り、ここに関しては変更はございません。非常に魅力的な機能が満載のプレイステーションビータに戦略的な価格を設定いたしました。この発表以来、価格に関しましてはユーザーの皆様からも高い評価をいただいているというふうに認識しております。そして皆さんが最も関心を持っていただいているのは発売日かと思います。プレイステーションビータの日本での発売予定日を発表させていただきます。プレイステーションビータは日本において12月17日土曜日、12月の17日土曜日、これを発売予定日とさせていただきます。今日から3ヶ月後、店頭にプレイステーションビータが並びます。できる限り多くの台数を準備して、一人でも多くの方にプレイステーションビータを発売当日に手にしていただけるように、全力を尽くして生産の準備を進めています。プレイステーションビータの発売日12月17日、楽しみにしていただければと思います。実はこのプレイステーションビータのタイミング、発売のタイミングでプレイステーション全体を盛り上げるために、プレイステーション